ブランドン・トーマス・ジャマスは、スペイン・サンタニー出身のサッカー選手。CD ・レガネス所属。ポジションはフォワード。スペイン人の母とイングランド人の父のもと、バレアレス諸島のサンタニーで生まれ、RCD ・マヨルカの下部組織で育成された。2012年12月5日、リザーブチーム登録であったものの、この日のコッパデルレー、セビージャ FC 戦にて、 アレハンドロ・アルファロとの交代で、マヨルカのトップチームデビューを果たした。同年12月15日、アスレティック・ビルバオとのリーグ戦でラリンガデビュー。年が明けた1月6日、またも、セビージャとのコパデルレイでプロ初得点を記録した。2015年5月24日、このシーズンを、マヨルカは、西軍ダ・リビジオンで戦っていたが、この日のアルバセテ・バロンピエ戦で、リーグ戦初得点を挙げた。 2015年7月、当時マヨルカの監督を務めていたアルベルト・フェレールによってトップチームに正式に引き上げられた。2016年1月28日、クラブとの契約を2019年まで延長した。2015から16シーズン、ブランドンはチームトップとなるシーズン6ゴールを挙げ、広角圏間際での残留に貢献した。2016年10月9日、 ホームでの SD ウエスカ戦にて、キャリア初のハットトリックを達成した。2017年7月10日、スタッドレンヌと3年契約を交わした。加入後7試合で、ベンチにすら割り込めず、リザーブチームでの出場がメインだった。トップチームで公式戦に初めて立ったのは、10月25日のクープドゥラリーグ3回戦リジョンフコ戦だった。3日後、 モンペリ HSC との試合で移籍後リーグ戦、初出場。この試合でゴールも記録している。レンヌでわずかな出場機会しか得られなかったブランドンは、2018年7月、チームがプリメーラに昇格したら解取リ義務が発生するという、条件付き契約で新 a オサスナに、レンタル移籍した。2019年5月20日、オサスナはプリメーラに昇格し、それに伴い、 ブランドンもオサスナに完全移籍。3年契約を結んだ。2020年1月13日、2019から20、シーズン終了時まで、ジローナ FC の期限付き移籍をすることが決まった。2021年1月19日、セグンダ・ディビジオンの CD、レガネスにハーフシーズンの契約で、レンタル移籍した。ありがとうございます。